こんにちは、黒田和義です。今日もご視聴ありがとうございます。今日はですね、Mr.Children の定番曲というか、まあもうヒットソング中のヒットソングですね、シーソーゲームですね、こちらの演奏解説をしていきたいと思います。めちゃくちゃかっこいいというか、シンプルなんだけど、もう鈴木さんはもうとにかくジェンさんめちゃくちゃこうシンプルだけど、めちゃくちゃ組み立てがうまい感じのイメージですね。まず最初の部分からやっていきましょう。まずね、最初にもうこのフィルインから、ツッタッタンとこっていうやつがね、こう始まるんですけど、ワン、ツーってやるとこう、タンタントントンって、モサイね、ウッタンタン、裏から始まって、裏から始まって、これ始まるとこが、もういきなり最初からめちゃくちゃこうセンスいい感じですね。で、こういうところも、裏から低いところからこういうふうにフィルインをして、でこのここもあとこの全部裏から入ってるんですね。もう徹底して裏から入るっていうところがすごくフィルインのセンスがいいところですね。はい、やってみたいと思います。めっちゃかっこいいですね。でもまあここに関してはフィルインは別に何に変えてもらってもいいんですが、こういう、かっこいいフィルインはちょっとずつコピーして、自分の中に取り入れていきましょうね。こういうやつね、これもこれはあのグレーの永井さんがめちゃくちゃよく使うフレーズですね。で1回止まってこう頭から入らずに2拍目から入るってところがここはポイントですけど、別にこれ、全部頭から普通のフィルインにしてしまって演奏することも全然可能です。はい、今の全然おかしくないですよね。ただそのドラマーのこだわりというか、これがすごくこう締まって聞こえるポイントの一つになるんですね。めちゃくちゃセンスがいいって感じですね。はい、頭打ちに関してはですね、これが定番です。タンタンタトタトタンタンタト、この裏裏が難しい人はワンツースリーフォー、ワンツースリー、頭だけでもいいし、まあいける人はワンツースリー四の裏から1、これジャニス・ジョプリンのあのムーブオーバーっていう曲でね、ものすごくこれがイントロで使われてかっこいいんですが、こうスペースのある感じ、全部足を裏に、まあ足に関しては裏に入ると進む感じで、表に行って到達する感じっていうのが、まあどれぐらいのペースでやるかっていうのも結構個人的に自由にやっていいところだと思うので、タン、タド、タド、タドでもいいし、タン、頭一発だけでもいいし、今度これとこれだけでもいいしっていう形ですね。なので、ここがイントロの、解説でした。はい、それではですね、A メロディーですね。A メロディーはもう、ここのギターがでね、ずっちゃー、うっちゃー、ちゃーって決めるところですね。ここシンバルで当てるために、裏側にバスドラをフィル埋めながら、で、ここはもう頭打ちに変えてフィルインにして、戻すみたいな感じで、イントロが頭打ちに対して、これは横揺れのこの8ビートのリズム、ドッタドドン、横揺れの感じ、ドッタンドドタンの力強い感じですが、まあ最初の 歌い出しだから横揺れ、こういうところの音選びがものすごい鈴木さんはうまいと思いますね。非常にかっこいいですね。でこれ別にでも、じゃあドッタンドドタンでやったから悪いかって、そんなことはないので、足がこのパターンでいったっておかしくないし、例えばここ、この隙間の開け方が非常にうまいと思いますが、ここ足2つでドドタドドタドドタンでやるとちょっと重い感じになりますかね。で別にここの決めに関しては、
あんまりこうしっかり合わせなくてもいいし、もっと細かく合わせてもいいし、いろんな合わせ方があるんですね。決めって結構今みたいに無視しても全然平気だし、足を2つで埋めても重たくなってかっこいいし、まあいろんな通り抜け方があります。足をドッタンドドタンでやるとちょっと重たい感じがするし、横揺れベーシストがドーンツッとドンで引いて上げてるので、ドーンツッとドンで引いてるので、こっちで行くのが通常、上の段で行くのが通常ですが、下ので行っても全然平気だと思います。まあ、バンド的にベーシストと一緒に動くっていうのはやっぱりドラムとベースがロックしてるとね、他の演奏ってすごくやりやすいので、そこは、ベースと一緒に合わせる。でもドンツッとドンを受けてドットパンって受けるのはまあ絡みとしてはいいですね。だからドッタドツドタがちょっとこう合いにくいかな。でもまあ全然やってもおかしくないフレーズだと思います。 A メロの部分ですね。B メロの部分ですね。ここは A のリズムパターンをこのまま引きずっていって、そのまま、ここで頭打ちに切り替えます。つまりこうイントロと一緒ですね。頭打ちに切り替えて、このフィルインが秀逸ですね。この裏から裏から裏からっていう入っていくやつ、タムからハイタムからどんどん下ってって、裏からでバスドラで裏から頭打ちの頭のクラッシュに向かっています。ここをちょっとやってみますね。イントロのやつも一緒ですが、っていうフィルインよりもこう階段がコトンコトンコトンって落ちていくようなイメージ、こう表拍で横一緒でやれるので、裏からこう音が変わっていくっていうのが非常にものすごくうまいフィルインだなと思います。でこれに関しても別に切り替わりなので、このこう次のサビを思わせておいてこのフィルインでつなげてあげるって感じなんですが、これは別にずっと8ビートで最後フィルインにしてしまっても全然うまくいきます。クラッシュが、淡白な感じにはなりますが、非常に、リズムをキープするということが大事ですね。で切り替わりに何かを入れてあげる。でこのジェンさんの中ではすごいかっていうのは、もう次へ次への展開がものすごくうまいのと、つながりがとってもいいフィルインを使います。ここがすごいところですね。サビはもう、頭打ちで、ここはタント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 ンっていう、このフレーズを全部合わせてあげます。これ2拍3連かなと思ったらタント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 ンになってるので、この音符でいいと思います。スネアハイタム、ミディオミディアム、フロアフロアというふうに、やっぱこれも裏で裏で切り替わっていってるんです。はい、というふうに、フィルインでここをドラマチックに合わせて、で1番終わりで2番は全く同じです。はい、では、次はですね、1番が終わって2括弧に入ったこのインタリード、まあ僕らはよくドロップと言います。まあその全体的にこう落とす感じ、バンド全体がね静かになるところですね。ここにこのバスドラが入ってるのがすごくこうめちゃくちゃかっこいいですね。これね、なんかこう僕の勝手なイメージですけど、心臓の鼓動がドクって聞こえるみたいな感じですね。ここの部分ですね、実際バンドでやってると、ハイハットとかシンバルで8分音符を刻んであげたり、効果音的にしてあげるとめちゃくちゃかっこいいかもしれません。ちょっとやってみます。
といった具合に、ここはやっぱり裏拍のここから思いっきり入ってるんですね。こういうところもものすごくもう徹底して裏からで裏から表裏から表、この空間の感じ、今やってみたのは歌の合間をこうドラムが埋めてあげる。これでもなんかバイオリンがいたらバイオリン埋め、誰かが埋めてたらドラムやらん必要ないんですけど、他のこうバンドの構成上寂しくなったらドラムがそれをやってあげたり、パーカッション的な役割をやってあげるっていうのがすごく大事ですね。ここの D の部分でした。はい、ここは、C' っていうふうに僕は名付けましたが、ここハーフになってます。普通のハーフとちょっと違って、ここシンコペーションが加わってるハーフなので、ここスネア2発打ってますがかっこいいですね。でここは盛り上げていきます。盛り上げていく時のポイントは、キューって上げるんじゃなくてこういう具合、最後尻上がりの方がいいです。なのでここであんまり2小節目とかあんま上げようと思わなくていいので、1小節目なんかもうずっとちっちゃい、最初のクラッシュからちっちゃいのでステイして、ここちょっと上げてって、で細かくしてるところがもう盛り上がっていくポイント。ここうまいですね。やっぱりこうやって細かくして、でスニア2発で頭につなげるって感じですね。ここはすごいかっこいいですね。こんな感じでございます。で初心者の方はハーフはですね、僕はこっちのこの今上に書いたドンツとタッツで、いける人はこれ2回目はここにスニアを、ここの間にスニア入れてるだけですね。同じことを繰り返してあげるんですね。こう半分の感じがでしょ、ドンツとか、これで全然いけます。こんな感じ、最後までずっとフラットスネアでも全然いいです。だからもうその時はもうここの2小節はほとんどクレッシェンドせずに、ここでクレッシェンドしてあげる感じ。クレッシェンドってね、やっぱり早いと人間の耳ってワン・ツー・スリー・フォーだともう後半ずっとクレッシェンドして聞こえないですね。ワン・ツー・スリー・フォーの方がこうグオッていくでしょう。だから盛り上げるの時は我慢我慢がポイントです。はい、サックスソロの部分ですね、ここずっと頭打ちでずっときますね。でこのままタンチャ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 ンで止まって、ここタン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 、これね、ここの部分がきます。これベースだけがやるので、ドラムはここだけ合わせてあげます。そしたら2拍目までできるだけワンツースリーフォーワンツースリー2で着地します。これすごい徹底してみてください。頑張れ。ここ一番難しいし、でもここはうまくいくとめっちゃかっこいいです。このシンコペーションだけは、この曲はどうしてもバンドで合わせないと多分みんなうまくいかないので、ワン・ツー・スリー・フォークラッシュ・ツー・スリー・フォーを頑張ってやってください。ここの1小節目はもうスネアだけで着地して、ここからバスドラでも全然構わないので頑張ってやってみてください。あとはサビずっと繰り返し一緒で、最後ここを決めて2小節やったら頭クラッシュして終わりです。まあ非常にものすごくよくできてますよね。とにかくこの振動の構造を感じる感じとか、このシンコペーションとか、とにかくバンドがやりやすいところをもうとにかくこう、本当にこう痒いところに手が届くドラマーでございます。本当に、バンドの組み立てがうまいですしね、ジェンさん素晴らしいドラマーですね。僕はもう本当にたくさんコピーしてますけど、本当にいつも素晴らしいなと思う。本当にリズム神配置って言うんだよね。リズムの配置が神みたい。フィルインも神フィルインですね。本当にかっこいいと思いますね。というわけで、ミスターチルドレンの、シーソーゲームを、元に、ドラムの組み立てと、フィルインのかっこいいところの、解説をしてみました。何か質問がありましたらコメントの方にもよろしくお願いします。それでは本日は以上になります。今日も最後までご視聴ありがとうございました。